五条園定五条橋断層は、兵庫県神戸市の六甲山地の南陸を北東から南西方向に伸びる逆断層である。六甲、淡路島断層帯の主要断層の一つである五、条橋断層は、断層の北側が隆起する右横ずれの断層である。六甲山主要線の南側は、海側より、芦屋断層、五条橋断層、大月断層が平行して存在し、 階段状地形となっている。かつて存在した五女橋に由来する石屋川支流を横切る場所で約300メートルの右横ずれ区局が確認されていて、これが約20万年前の高位段級形成より後に生じた変異として、右横ずれ変異速度を約1.5メートル千年と推定している。また、五女谷の路頭において、 約3万2000年前の断球体積物が約10メートル変異していることなどから、平均上下変異速度を約0.3メートル千年と推定している。阪神、淡路大震災時において、五助橋断層は目立った動きを認められていないが、1596年の慶長伏見地震で動いたのではないかと推定されている。判例。 大月断層後女谷断層六甲最高峰、東、小田福山アルチ山マヤ山半球六甲駅、JR 芦屋駅大月断層、工女橋断層の、おおよその位置。ありがとうございます。